みんな最近おしゃれしとる、どうもアイビーです。はい、ということでね、今回も始まりました。皆様ね、本当にお久しぶりでございます。なかなかね、購入品紹介できてなかったので、そろそろねやってくださいというねお声が多かったんで、今回購入品紹介をやっていきたいと思います。今回ね、中間の時期で小物が多いんですけど、早速ね紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。まずね、ティバルトというねアイウェアブランドになるんやけれども、これがね2023年に始まったばっかりのブランドで、まだ結構ね比較的新しめのブランドになってます。結構ねリーズナブルなんですよ。形もいろいろあって、デザイン性も良くて、リーズナブルでってこう3拍子が揃っとったブランドさんやけん、まあ、ちょっとね今回紹介も兼ねてね、ちょっと買ってみようっていうので、買ってみたらめちゃくちゃ形良くてハマるっていう。見てもらったらわかると思うけど、結構ね形がいいんですよ。これもちょっと小ぶりなクラウンパントめな形で、これでね金額帯が19,000円台、19,000円から23,000円の間ぐらいで、結構ねいろいろな種類見れるので、まあ、おしゃれなのを探してる人におすすめです。2つ目がサブレーションズのベロアジャケット。今年こうベロア系のアイテムにこうチャレンジしてみようかなというふうに思ってて、まあ、僕の友人のね大成くんがうちのブランドでベロアのジャケット作ったよっていうので見に行ってみたら、結構ねかっこよさそうなのがあったので、まあ、上品見えするような形でね、リブの作り込みなんかもしっかりとしてるような形であったので、これ買わさせていただきました。結構ね、後ろのデザインとかも面白くて、なんかこういう感じのね、デザインになっとって、ひし形っぽいこう、パイピングのデザインと、前のこの全体にこう、パイピングが入らない、この控えめさ、割と綺麗めな格好でも合いそうだなと思って今回これをゲットしました。生地感もこれ後ろがね、ちょっとこうメッシュっぽくなってて抜いてあるので、ちょうど今ぐらいの時期からでも全然着れるっていうようなベロアのジャケットになってます。まだね、若干これ動画撮り寄るときは少し暑いけん、まだね、着れてはないんですけど、これからね、着るのがめちゃくちゃ楽しみなアイテムの一つです。お次が、エルメスのスカーフリングです。そう、これね、もうマジで探してたんですよ、こういうスカーフリングを。エルメスでスカーフリング作ってて、これ。で、ここがね、こうちょっとこう二つにこう分かれてたりとかして、ここにね、これを挟んでつけるんですけど、斜めにスカーフをかけて、T シャツの上とか、こう、さらっとしたね、シンプルなシャツの上に巻いたりとかして、この肩で留めるのもありだし、スカーフを巻いてベルトっぽくして留めるのも結構かっこよくて、個人的にはね結構いろんな使い方があるなと思ってます。なんかこういうところのねワンポイントになんかどうにかしてこうつけたりとかするのもね結構ありやなと思ってて、例えばなんやけどね、こういう感じで胸元にかけたりとかするのも個人的にはちょっとおしゃれなんじゃないかなというふうに思って、このスカーフリングをゲットしました。このビット型のスカーフリングを選んだ理由として、馬のねハミのモチーフがこれになってるわけないけれども、まあよくビットローファーとかあるやん。あれっていうのは、その馬のね、ハミから着想を得てね、作られてるものが多いんですけど、そういうデザインが昔からちょっとなんかこう上品に見えるなっていうので好きで、なんかこうカジュアルでも使えるし、こう、綺麗めでもいけるしみたいな、そういうのを見つけたら買いたいなと思ってたところに、これがね、出てきて、今回ゲットしたわけであります。まあ、金額帯もそんなにめちゃくちゃベラボーにエルメスにしては高いわけではないけん、こういうねスカーフリングが欲しいって人とか、コーディネートのワンアクセントで探してたよって人は、ぜひねチャレンジしてみるといいんじゃないかなというふうに思います。次が今日かけるハルタのコラボシューズでございます。これねめっちゃかっこよくない？マジで。そもそもハルタって結構安価で履きやすいっていうイメージが結構強かったね、ブランドさんなんやけれども。でもね、かなり長くこう続いてるブランドさんで、そのブランドさんと今日っていうね、セレクトショップがコラボしたアイテムになるんやけど、これね、グリーンのツタがモチーフになってて、それがね、施されてるんですよ。で、こう刺繍とかで施されたりとかしてる場合って、白の刺繍とかだと、やっぱちょっとね、デザイン性が強すぎてね、使いづらいとかあると思うんやけど、これに関して言うと、同色でツタのデザインが施されてるんで、ほんとね、綺麗めなスタイリングにもいけるし、カジュアルなスタイリングを少しこう格上げするときの雰囲気にこう使ったりとかしても、かっこいいようなシューズになってるので、まあ、もしかしたらこの動画が上がる頃にはもう在庫がなくなっとるのかもしれんのやけど、まあ、ぜひよかったらね、見てみていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。で、後ろのソールがゴム底やけん、雨にもかなり強いです。まあ、履きやすいけんね、まあ、ぜひよかったら試してみてください。シューズ続きなんやけど、アディダスのガゼルでございます。これはね、福岡にこの前帰ったんよ。そしたら、そこの店員さんが、たまたま僕のフォロワーさんで、いつも見てくださってて、これめっちゃいいですよっていう風に、まあね、勧めてくれたのもあって、まあいつもね、見てくださってる人のところでお買い物するかっていうので、今回ね、これをゲットしたわけであります。このシューズ、一応まあスウェードでね、こうできとるけん、まあその表面感の雰囲気であったりだとか、
あとはその質感っていうところに関してもやっぱちょっとねこれからのシーズンの秋とかこう冬らしさっていうところをこう連想できるような、まあ、質感になってるので、パープル地にブラウンで、きなりの紐っていうのが個人的にこうすごくこう好きだった配色で、この配色って何がいいかっていうと、ブラウン系のアイテムにめちゃくちゃ相性いいんですよ。あとカーキとかね、このあたりに意見、ちょうどそのアースカラー合わせをしたいとか、なんか少しこう大人っぽい雰囲気の外しとして使いたいっていう人は、これ見てみるといいんじゃないかなと思います。まあ本当ね、コートなんかのスタイルに合わせても面白いんじゃないかなというふうに思いますね。はい、次がもう付け取るんやけれども、ブルースモーガンのリングでございます。これね、14金コンビのリングなんやけど、皆さんこのブランドさん僕めちゃくちゃおすすめしたいです。おすすめしたくないけどおすすめしたい。ここのブルースモーガンは14金をちゃんと埋め込んでシルバーで作ってるのにもかかわらず、マジでリーズナブルなんですよ。ちなみに18金のリングね、14万ぐらいでした。こっち、ワンランク落とした下の14金のこの大きさね、のもので、これいくらだと思いますか？マジで一回ここで止まって、一回ね、予想してみてほしい。Thinking time! はい。この大きさで、これ14金埋め込まれてて、なんとですね、3万7000円なんですよ。やばくないですか？普通に。このデザインで、この雰囲気で。これ僕ね、推しブランドの一つです。これね、僕バングルとかも持ってるんですけど、普通にね、長く使えます。上品に見えるのにかなりリーズナブルっていうような価格帯で買えるので、ちなみにこのね、ブルースモーガンのこれも、当初僕が買った時、これで12万ぐらいでした。この3センチ幅で14金入ってて、12万ぐらい。でも、もう今かなり値上がりしちゃってます。なんでね、やっぱりその金が入ってるとかね、シルバーのものっていうのは、今欲しいと思った時は結構買い時だったりとかするので、まあ、ほんと欲しいと思った時に買っとくことをお勧めします。まあ絶対値段上がるけんね。次はね、はい、ちょっと言い訳させてください、これ。僕、誕生日だったんですよ、7月。まあ去年のね、7月の自分の誕生日にも、カルティエのね、マストタンクを買ったわけないけれども、もうその時から僕ずっと欲しい時計があって、カルティエのパンテールっていうね、モデルで、状態も良かったので、今回購入しました。まあ、めちゃくちゃ可愛いけど、値段は全然可愛くないです。パンテールの通路って言われる金がこう2列差し込まれてるね。ちょっとね、こうブレスレットっぽいこう見え方をするような、豹がね、動物の豹がモチーフになった、そのパンテールっていう形のね、時計があるんですけど、金って絶対ね、上がっていくので、資産価値としてもすごくね、いいっていうので、まあその時計屋さんからもお勧めされたので、まあそれだったらね、自分への誕生日プレゼントとして、これは購入しました。仕事頑張らんといけんね。はい。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。今回もね、結構ね、盛りだくさんでお送りしたわけなんですけれども、まあ、小物が多くなる季節なんやけれども、ちょうどね、この中間の時期に出るような小物類であったりとかね、こうウェアっていうのは結構面白いものが多かったりするんで、この時期に買うことをお勧めします。今日のね、動画が面白かったよって人は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。